はい、どうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。ご飯の時間は楽しいですよ。はい、これね、いつもの近所の弁当屋さんの生姜焼き弁当からゲットしたり入って、今日もご飯がもうこっちの大盛りすぎて、こっちの衝撃の方に押し寄せてます。ありがとうございます。いただきます。うん、美しいね。もう見た目も美しい。ここまで来たらね、このバラン、これも食べれるんじゃないかなって、もうこんな感じになってきたらもう食べれちゃうんじゃないかなって、ここのお弁当屋さんのは思っちゃうぐらいだね。聞いてみたの、もう普通でこんなに大盛りで蓋が若干もう閉まりきってないじゃない、どうなるんですかって、頼む人いますかって言ったら、いるいるいるわよって言って、大盛りもいるし特盛りもいるわよって、もう蓋なんかもう全然閉まんないって言ってました。うん、おいしい生姜焼き。そりゃそうだろうね、閉まんないよね。でも大盛り特盛りの人と同じくらいライス半分ご飯少なめでお願いする人もいるんだって。やっぱり女の人とかはもう最初から一回食べたらもう美味しいけど食べきれないって分かってるから、ご飯半分でお願いする人もいるらしいですよ。あれだったらね、その半分にしてくれた分を取っといて木島が来たらね、木島にくれたら嬉しいんだけどね。うん、うん、唐揚げも美味しい。この前さんが帰ってきました。みんな頑張ってるな。みんな働いてますよ。やっぱこう働く男たちをこう見るのがね好きですね。昼間はかっこいいよね。うん、かっこいい。こういうのをね、奥さんとかね、お子さんたちに見せてあげたよね、やっぱね、たくさんね。木島は結婚してないからあれですけど、みんな家族がいるでしょ、家族に見せてあげたいね。すごいかっこいいよ、お父さんたちは。本当に頑張ってんだ。そういうね、世の中はさ、みんなのね、もちろん女性もね、みんなの頑張ってるでできてるわけですよね。できてんね、本当に。だってこの頑張ってる弁当でね、美味しくいただいてるわけですから、木島も。うん、弁当屋さんだって美味しいね、本当に。今日の特別美味しいね、この唐揚げ。大きいし。うん、あの弁当屋さんだって、食材がなければ弁当屋さんできないわけですからね。できないの。漬物を作ってる人がいいんだよ。大根を作ってる人がいいの。みんなの頑張ってると一生懸命でできてんだね。ありがとうございます。みんなその同じチームの一員なわけですよ、言ってみれば。そう考えるとこう、なんつうんだろうな、仲良くしたいなって思うよね。ありがとうって思うしね。
所にあったらよかった、ほんとこの弁当屋さんが。工場の近くにホットモットがあって、うちの近くにこのお弁当屋さんがある。で今日配送だったから、うちの前を通るからじゃあちょうどいいわけですよ。本当嬉しいよ。毎日自分が食べたいものを食べています。はあ、おいしい。うん、はい、今日も美味しかった。ごちそうさまでした。